こんにちは。コラボハウスの設計士の中由紀恵です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ご案内させていただくのは三角屋根が重なるジャパンディーなお家です。外観がすごい特徴的ですね、はい、そうですね。お客さんが結構可愛らしい雰囲気がお好きだったので、うん、はい、三角屋根でお作りしています。すごい可愛いですね、はいはい。こちらの建物どれくらいの広さなんですか？建物の大きさが38坪になります、うん、お土地の方が94坪のお土地になってます。すごい広いですね。そうなんです、めちゃくちゃ広いんです、はい、ちなみに後ろに見えているあちらの白い建物も、はい、同じお家なんですか？あ、そうです。手前のこちらのグレーの塗り壁の三角屋根と白い三角屋根が建物になります。あ、すごい、はい。であちらの奥にお庭の方があります、はい、お庭の方は建物でちょっと隠すような形で、うんうん、はい、お作りしてます。お土地が広いので、あの駐車のスペースもたくさん取らせてもらってます、うん、確かに。何台最高いけますかね、はい、ですね、こちらの方に1台、2台、3台、4台止めれるのと、はい、あとこちらに1台止めれるようになってます。すごい、じゃあたっぷり止められますね、はい、そうです。お施主さんがあのお子様さんにいらっしゃるので、はい、あの、まあ、将来的にっていうところでたくさん止めれるように計画してます。なるほど、はい、玄関周りのあの木とすごい雰囲気があってていいですね、はい、奥に入ってる板張りの色も既製品で使ってる玄関ドアに合わせて上から塗装をかけてたりとか、はい、あと窓の周りにも木を使ってるんですけれども、そちらも色を合わせてお作りしています。確かにこうなんか少しこうアクセントになっておしゃれですね、はい、そうですね、結構カフェっぽい雰囲気にしたかったので、うん、あの窓の形もちょっとあまり使わないというか可愛らしいお家にの、うんうん、外観作りたいときに使う窓を使ってます。すごいおしゃれですね、はい、はい。照明も可愛いですね。あ、そうですね、こちら壁から照らしているような、うん、はい、照明です。はい、中入ります。あ、すごい、はい、こちらが玄関です。すごい可愛らしいですね、はい、そうなんです。ここの照明が、うん、結構奥様が照明こだわって、はい、お部屋の中もいろいろ選んでるんですけれども、はい、こちらも線っていう、ブラケット照明を使ってます。壁付けブラケットっていう照明の種類になるんですけど、うん、素材も真鍮を使ってます。なんか白いこう、はい、壁に真鍮のゴールドがすごい綺麗ですね。あ、そうですね、結構綺麗ですよね。めちゃくちゃ気に入ってます。はい、すごい可愛いです、はい、こちらが土間収納になってます。土間収納すごく広いですね、はい、そうですね、広さで言うと3畳の広さになってます、うんうん、すごい、はい、棚に靴を並べていただいてますね。家族全員分の靴が収納できる、だいたい50足ぐらい今入ってます。あ、はい、そうなんですね、はい、こっち側は大きく下開けさせてもらって、うんうん、ベビーカーだったりとか、はい、あとちょっと釣り竿も、はい、置けるように、はい、広く開けて作っています。ちょっとしたこう趣味のアウトドア用品とか置くにもちょうどいいですね。そうですね、はい、すごい広いですね。そうですね、まだ全然棚が余ってますね。本当ですね、まだまだ、はい、これからお子さんが大きくなっていくにつれてもっと埋まっていくような、はい、使い方の予定です。アーチっていうんですか？あ、はい、すごい可愛いですね。あ、そうですね、今日ご紹介するお家結構アーチだったりとか、はいはい、いろんな形でこだわって作ってます。そうなんですね、はい、あ、でも確かにちょっともう見えてますね。あ、見えてます、はい、はい、こちらも三角形で作ってたりとか、はい、ところどころ可愛く、はい、なってます。早速じゃあ水回り、はい、こっちからご案内しますね。はい、お願いします、はい、こちらがトイレになります。はい、ちょっと開いてしまいました。開いちゃいましたね。はい、こちらの先ほど外から見てた窓になります。あ、先ほどの窓こちらなんですね、はい、あ、そうなんです、トイレの窓でした、はい、すごい、はい、こちらもですね、
トイレ全体をグレーの、壁紙で仕上げてます、はい、グレージュ、グレージュ、そうですね、はい、結構可愛らしい雰囲気がやっぱりお好きだったので、はい、あの鏡はこれお施主さんが選ばれたものを入れてるんですけど、すごい可愛い、こういう、そうなんですよ、小物も結構こだわって真鍮を使ったタオル掛けだったりとか、うんうん、あとまあここ吊るしてるペンダント照明も、はいはい、真鍮を使ったような、照明を選んでいただいてます。お客様のインテリアのセンスすごい、めちゃくちゃセンスいいです、ね、もう、はい、中ももお施主さんのセンスがすごい詰まった、うんうん、お家です。はい、楽しみです。いいですね、はい、ここから水回り動線になってます、うんうん、はい、はい、ここが、脱衣室になります、はいはい、へー、ここがですねアイロンをかけれるように、うんうん、棚をお作りしています。これですね、はい、これ造作なんですか。あ、そうです、造作です。大工さんに作ってもらってるんですけど、はい、はい、ここの下にですね収納のボックスを、しまいたいっていうのがあったので、はいはい、それに合わせて、この棚だけお作りして、ここだけお施主さんに準備してもらってます。この空間明るいですね。上に窓がお取りしてるのでそれで明るくなってます。上の方に撮ると上から光が降りてくるので、うんうん、全体的に明るい空間になります。なるほど、はい、すごいいいですね、はい、あとこっち側にも収納をお取りしてます、はい、すごい綺麗に収納されてますねお施主さんのセンスが光ってますよね、はい、光ってますね、はい、もう綺麗に、まあ、タオルもそうですし、上の収納のボックスとかも全てお施主さんが準備して収納いただいてます。ここから続いて洗面所の空間になります、はい、洗面室すごい可愛いですね、はい、そうですね、造作でこちらも作ってます、はい、本物の木で作ってまして、うんうんうん、はい、でこのボールはちょっと深さのある病院用のシンクっていうのを使ってます。だいたいですね23センチぐらい深さありますので、はい、なんかつけ置き洗いができたりとか、うんうんうん、結構ジャブジャブ洗って使えるようなボールになってます。あ、なるほど、はい、すごい木とあの奥のタイルの色合いも可愛いですね。そうですね、グレーの、こっちもグレー系の、はい、タイルを選んでます。結構水はねしたりとか、はい、やっぱ心配な方はタイルを使って、うんうん、まあ、インテリア的にも可愛くなりますし、うんうん、水はね的な機能面も、うんうん、はい、いいので結構おすすめしてます。すごい、はい、こちら左側、こちらはどういったスペースなんですかね。あ、そうですね、ここは奥様がこう座って、まあ、メイクされたりもそうですし、うん、あとドライヤーされたりとかもうここで、あのできるぐらいの高さになってます。すごい便利ですね、はい、はい、そうなんです。結構やっぱこう幅がですね、うんうん、1メートル70センチぐらい洗面台だけで取れる場合は、ボールだけだと結構横のスペースが余ったりするので、うん、こんな感じで座れるように作ると便利です。結構最近よく言われます。あ、そうなんですね、はい、ご希望で、はい、確かに横に並んでも使えたりもできますし、そうですね、良さ的にいいですね、はい、ご家族やっぱ多いので、うん、並んで、はい、使えるっていうのが便利になってます。脱衣室洗面所に続いてこちらがファミリークローゼットになってます。しっかり収納されてますね、はい、細かい部分も打ち合わせで決めるんですけど、はい、こんな感じでハンガーパイプっていうのをお付けして、うんうん、服を吊るスペースと、あと引き出しの収納ボックスも使われたいっていうことだったので、はい、下はパイプとか何もつけずに、うんうん、オープンなスペースにさせてもらってます。なるほど、はい、でもお施主様がご準備されたものですね。あ、そうです、はい、お施主さんがこれは、ご購入いただいてます。なるほど、はい、結構広いですよね。そうですね、こちらで3畳のスペースになってます。3畳たっぷりですね、はい、たっぷり入ってます洗濯乾かしたら、うん、そのまま収納できるように、はい、動線重視の間取りになってます。めちゃめちゃ便利ですね、はい、結構奥さんも気に入って使っていただいてます、はい、あ、嬉しいですね、はい、おっしゃってくれました。
この奥は、はい、パントリーになってます。パントリーだったりとか、うん、まあ、いろんな雑貨類だったりとかの収納スペースとしてお作りしてます。はい、ここだけまたちょっとクロスが変わってて、そうなんです、ここだけはちょっとアクセントクロスにさせてもらって、結構可愛い雰囲気にさせてもらってます。この照明もめちゃくちゃ可愛いですよね。収納ボリュームっていうか、はい、置けますね。そうですね、このスペースで2畳分の広さになってます。うんうんうん、でこっち側は、飾れる収納という形で使っていただいてて、はい、うんうん、こっち側は、ルンバだったりとか、 あとゴミ箱だったりとか、ちょっとまあ見せない収納っていう形で、うんうんうん、使っていただいてます。はい、こちらも可動棚になってるんですね。あ、そうです、全部動かせる棚にさせてもらってます。やっぱり使うものとかとか、決めきれないところもあるので、うんうんうん、動かせる棚にしておくと、住んでから置きたいものによって棚の高さ変えれたりするので、はい、結構おすすめさせてもらってます。それでは次リビングをご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、まずこちら玄関から入ってもらったら、うんうん、コートがかけれるようなスペースをお作りしてます。なるほど、先ほど見えたこの三角の部分はコートかけの場所だったんですね。そうなんです、こう可愛くお作りしてるんですけど、ご主人とか奥さんが帰ってきた時に、一旦かけるようなスペースになってます。リビング入ってすぐに洗面所につながってます。あ、先ほどのスペースですね。あ、そうなんです。で、こちらが洗面所で、こっちが脱衣所になってます、うんうん、でご来客が来られた際にはここの扉を閉めておけば脱衣所は見られずに、うんうん、洗面で手洗ってくださいみたいなのをしてもらえるようになってます。プライベートなスペースはちゃんと仕切れるように、はい、させてもらってます。考えられてますね。はい、うん、でこちらがリビングになってます。すごい広いですね。はい、ちょうど今光が入ってきて、すごくいいですね、はい、明るい空間になってます。奥行きがすごい広く、はいはい、見えるように設計しております。こちら広さどれくらいなんですか。こちらがリビングが 26.5 畳になってます。はい、広々ですね、はい、結構広めにお取りさせてもらってます。であとそれとここの畳スペースがつながってますので、はい、こちらが 4.5 畳のスペースになってるんですけど、うんうん、はい、なので合わせると30畳とかぐらいの、はい、広さになってます。すごいよ、広いですね。めちゃくちゃ広いですよね。はい、はい、ここの畳スペース、はい、気持ちよさそうですね。そうですね、めっちゃ光が、はい、ちょうど入ってますね、ポカポカ、はい、こちら南側なので、はい、お昼間の光が入ってきて、一応ここは20センチほど、段差をつけさせてもらってます。はいはい、結構打ち合わせ中も30センチにするか20センチにするか結構悩んだんですけど、うんうんうん、最終的にはこうやっぱ上り下りするには20センチぐらいがちょうどいいかなっていうので、うんうん、あ、なるほど、はい、それでお作りしてます。畳の色も可愛らしいですね。あ、そうですね、灰桜っていう色味になってます。グレーとピンクが混ざったような色になってます。こう柔らかい感じがしますね。そうですね、和室っていう感じじゃなくて、うんうんうん、はい、ナチュラルなジャパンディっていう雰囲気に、はいはい、ぴったりな、はい、色味になってます。こっちが収納ですね。はい、すごい、結構大きいですよね、収納。そうですね、幅も、うん、2メートル60センチぐらいありまして、はい、うんうんうん、あと奥行きも80センチぐらいの、はい、収納を取りさせてもらってます。なるほど、じゃあ結構大きなものとか入れることもできるっていう感じですね。あ、そうですね、もう布団とかも置けるぐらいの、はいはいはい、収納になってます。さあ、ご来客の時には置いたところとかのスペースいいですね。そうですね、ご来客の時はここを収納してるのを出してきて、ここにちょっと布団引いたりとかも、うんうん、はい、できるようになってます。なるほど、はい、
いざという時にはロールスクリーンを下ろしてきて、うん、この畳スペースだけちょっと仕切れるような形でお作りさせてもらってます。ロールスクリーンだったらなんか軽いですし、はい、出し入れもしやすいんで便利ですね。あ、そうですね、うんうんうん、扉で仕切るよりすっきり見えるので、うん、はい、おすすめです。もともとこのスペースには、はい、まあ、収納ボックスとかを置く予定だったんですけど、はいはいはい、結局置かずに、うん、ご家族で写真撮影したりとかするスペースとして使ってもらってます。はい、すごい可愛いですね。はい、そうなんです、めちゃ素敵ですよね。素敵ですね。なんかイベントごとになんかここに飾り付けして、はいはい、で写真撮ったりとか、はい、していただいてます。ツリーとか置くのもこういった空間使えそうですね。はい、そうですね、なかなか置く場所困りますね。困ります、困ります。はい、場所取ってしまうので、はい、便利に使ってもらってます。すごいですね。はい、アーチも今までとちょっと違った丸みのある感じですね。幅広いのでさっきと全然また違う見え方ですよね。そうですね。はい、こっちが、スタディースペースになってます。はい、お子さんが勉強したりとかもそうですし、あとはご主人と奥さんもここのリビングに面したスタディースペースで、はい、パソコン置いて仕事されたりとかっていうので使っていただいてます。すごい、壁掛けのこの収納もまた使いやすそうですね。はい、そうですね。はい、お子さんが使ったりとかって幅広くいろいろ使えるスペースっていいですね。はい、あ、そうですね、もうご家族皆さんで使っていただくような形で、なるほど、はい、作ってます。いいですね。はい、広々ダイニング、そうですね、キッチンだったりリビングだったり、うん、まあ、畳スペースだったりのちょうど中央にご家族が一番集まる場所を作りたいなっていうので、はい、中央にダイニングを持ってきました。いろんなところから光が入ってて本当に明るいですね。そうですね、こっちのキッチンの前からも、ね、ちょうど日差しが入ってきてたり、こっちもカーテン越しに柔らかい光が入ってきてますね。はい、こちらも奥様ですかね、照明めちゃくちゃ可愛いですね。 もちろんです、はい、珍しいですね、本当に。でもなんか本当にお家の雰囲気に全て合った、ね、照明を選ばれてるんですね。はい、照明とか、まあ、家具とか雑貨類とかも、お節さんのセンスがかなり光ってます。はいはい、すごいおしゃれです。リビングはこうソファーを壁につけて、うんうん、はい、使えるようにあえて大きい高さのある窓ではなくて腰窓って言って、うん、はい、少し高めの位置から、窓を取り付けさせてもらってます。あ、なるほど。光をまとって開放的に作るっていうよりかはちょっとこうこもり感のある落ち着いたリビングとして作らせてもらってます。そうするとやっぱ壁が残ってくれるので家具とかの配置が結構しやすかったりとかするの で、ね、はい、こういったところやっぱり設計士さんだったりとかに相談できると、はいはい、できやしやすいですね、家康作りが。そうですね、ぜひご提案させていただきたいです。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにこちらはカーテンはどういった形になってるんですか？はい、あ、そうですね、こちら手前に、レースカーテンを持ってきておりまして、はい、奥にロールスクリーンをお付けしております。あ、ロールスクリーンだったんですね。はい、そうなんです。こう奥側に、わかりますかね？あ、奥側に、はい、ロールスクリーンを持ってきて手前にレースカーテンをお付けしてます。まあ、こうすると結構こうレースカーテンがお部屋の手前側に来るので、うんうんうん、爽やかなすっきりした印象に、はい、仕上げることができます。確かに、はい、そうですね、日中とかこう本当に今日みたいに明るい日とかは、はい、基本的にレースだけで過ごしたいっていう方にはすっきりしてぴったりですね。そうですね、ちょうどいい光が入ってきて気持ちいいです。気持ちがいいですね。はい、では次キッチンご紹介したいと思います。はい、お願いいたします。はい、キッチンは、南側の庭が望めるように、はい、配置させてもらいました。なる
ほど、すごい明るいキッチンですね、はい、そうですね、昼間は光も差し込んでくるので、うんうん、結構明るいキッチンになってます。すごいいいですね、はい、景色を見ながらお料理できる。あ、そうですね、料理しながらでもお子さんがもしお庭で遊んでてもそれを眺めながら、うんうん、はい、ちょっと気にかけてお料理とかもできるようにさせ、はい、てもらってます。こちら造作なんですか？こちらはですね、既製品で、はい、既製品になってます。はい、タカラスタンダードさんの、キッチンを採用させてもらったんですけど、はい、それと合わせてこのキッチン収納もタカラスタンダードさんで、はい、ご準備させてもらいました。雰囲気合ってますね。あ、そうですね、結構いろんな柄があるんですけど、うん、中でも、まあ、本物に見えやすいというか、うんうんうん、木目が綺麗な、柄を選んでます。ここの棚だけちょっと造作で1枚、うんうん、はい、お作りさせてもらいました。とりあえずこう調理器具だったりとかいろいろ物を置くのにちょうどいいですね。そうですね、うん、お節さんがセンスいいのでやっぱりこういう、ね、すごいおしゃれ器とかも綺麗に飾っていただいてます。すごい綺麗ですね、はい、おしゃれですよね。おしゃれですね、はい、で後ろはタイルを貼ってます。あ、タイルだったんですね。はい、そうなんですよ、こちらは本物のタイルです。すごい、ちょっと変わってますね。そうですね、結構タイルの形自体はシンプルなんですけど、うんうん、貼り方をちょっと可愛らしい雰囲気になるようになるような貼り方で貼ってもらってます。はい、すごい可愛いですね、はい、うん、この色とかも、はい、お決めしてます。あ、そうなんですね、はい、ちょっとこうじゃあグレーがかったお色味。そうですね、薄いグレーのお色味を、はい、選んでます。すごい素敵ですね、はい、でこのキッチンの収納の上に、うんうん、あのレンジだったりトースターだったりとかを置かれることもあるんですけど、うんうん、今回はこのパントリー、キッチンの奥につながるパントリーに、はい、収納いただく計画にしました。あ、なるほど、こちら側にも収納があるんですね、はい、あ、そうなんです。あんまりこう家電とかってやっぱりちょっとこう生活感が出やすい場所になってるので、うんうん、たまにこう隠したいというご要望もいただきます。そういう時にキッチンに、まあ、つながった場所、うんうん、すぐ隣にこういうパントリーのスペースを設けさせてもらって、はい、この高さも使いやすい高さで、はい、レンジだったり炊飯器を置かせてもらってます、うんうん、なるほど、はい、結構そのままこうコンロの横にすぐにつながれるのでちょっとお料理しやすそうですね。そうですね、うん、そのまますぐ行けるような形になってます。すごいいいですね、はい、ではキッチンの前を通って行きます。はい、はい、本当にこの空間いいですね。めちゃくちゃ気持ちいいですね。気持ちがいいですね。床も暖かいです今。あ、本当ですか。はい、ポカポカしてます。ここいいですね、はい、南向きってこういう日が入るのってやっぱいいですね。あ、そうですね、うん、南からの光は必ず取り込むように、うん、はい、設計させてもらってます、はい、でキッチンから通り抜けると奥に、こちら寝室なんです。実は、あ、そうなんですね、はい、うんうん、実は主寝室としてお作りさせてもらってるんですけれども、お子様が小さい間はちょっとお子様の部屋で、ご家族皆さんで寝られるような計画にしてますので、うんうん、はいはい、お子様小さいうちはここがキッズスペースとして、はい、使うようにしています。結構やっぱり明るいですね、はい、ここの窓も初めは一番下まである大きな窓を計画してたんですけど、うんうん、はい、お子様がこう外に勝手に出ちゃってってなった時にちょっと心配かなっていうお話もあったので、うんうん、こちらもちょっと腰より上ぐらいの高さからの窓にさしてもらって、はい、はい、でこういう収納が置けるような壁を残すような形の計画に変更しました。なるほど、はい、あ、でもこれであれば本当にそれこそあの主寝室にまた変えた時とかも結構配置替えとかがすごくしやすい状態ですね。あ、そうですね、うん、ベッドの向きとかもこっちに頭が来て、はい、まあ、こっちに向かって置くか、うんうんうん、こっちに頭があってこう置くかみたいな形にも変えれるので、はい、結構便利です。いいですね、はい、それでは、次子供部屋をご紹介したいと思います。はい、お願いします。こちらもかわいい、
選んでいただいたブラケット照明になります。可愛いですね。すごい、扉一枚開けるとお部屋が2つあるんですね、はい、あ、そうです。こちらに、お子様のお部屋がいます。はい、へえ、すごい。はい、そうなんです。あ、今は一つっていう形なんですかね。そうです、今は一つのお部屋として使っていただいてまして、はいはい、将来的にここの壁の部分で、2つに仕切れるようになってます。なるほど、はい、なのでもし仕切った時にこうエアコンもそれぞれつけれるようにコンセントをつけてたりとか、うんうんうん、あ、なるほど、はい、初めに計画させてもらってます。あ、だから扉が2つあったんですね。あ、そうですね、こちらもつながってるような形になります。なるほど、はい、いいですね。はい、なので今はご家族皆さんがこちらで寝ていらっしゃるっていうような形になります。そうですね。で、こちらが、お手洗いになってます。あ、またちょっと雰囲気というか変わりますね。あ、そうですね、こちらも壁はグレージュのお色味で、はい、かわいいですね、決めていただいてます。ペンダント照明すごい可愛いですね。あ、そうなんです。照明も木目で、あとこのタオル掛けも結構可愛らしい木目のものを、はい、すごい、選んでつけてもらってます。空間によって変わっているんですね。そうですね、可愛い、私さんのセンスと好みが、はい、出てますね、はい、詰まってます。こっちが、あ、もう一つお部屋があるんですね、はい、そうなんです、お子様3人いらっしゃるので、うんうん、もう一つのお部屋になってます。はい、今はおしゃれなインテリアを飾ってもらってます、はい、すごい可愛らしいですね、はいはい、そっか、将来的にじゃあお子様それぞれのお部屋っていう風なのも計画されて今の間取りになってるっていうことなんですね。はい、そうです、将来的にはお子様のそれぞれ部屋をお持ちになって、うんうんうん、で寝室があるっていう、夫婦の寝室があるっていうような形になってます。なるほど、はい、すごい平屋なのにすごいたくさんのお部屋があって、はい、空間があって、ね、素敵ですね、はい、三角屋根が重なるジャパンディーなお家、ご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。ジャパンディーっていうのは日本っていうデザインの雰囲気と北欧っぽい雰囲気を合わせたような雰囲気でジャパンディーっていうんですけど、最近結構よく聞かれます。新しいテイストなのでよかったら参考にしてみてください。コラボハウスでは、毎日無料相談会をしておりますので、コラボハウスのお家いいなって思っていただいた方やお家作り検討されている方はぜひコラボハウスまでお問い合わせください。コラボハウスはインスタグラムとあと YouTube もこれから更新していきたいなと思っておりますので、チャンネル登録、インスタグラムのフォロー、あと高評価もお願いします。今日はありがとうございました。